人生初カーナビを初めて DIY でつけてみました。8時間もかかりました。二度とやりたくありません。クイーン、パリン。以前の動画で宣言した通り、ホンダ N 版を売却してダイハツの新型アトレイを購入しました。購入してすでに2ヶ月経過していますが、ぶっちゃけ N 版よりアトレイの方が作りが洗練されていて買ってよかったなって思いますね。 N 版は手動だったけど、アトレイなら電動スライドドア標準です。今日やりたいことはアトレイのプチカスタム。オーディオ列車なのでここに何もありません。穴が開いて配線むき出し状態で納車されて、そのまま2ヶ月も乗っていますが、さすがに見栄えが悪すぎる。吉田の大好きな NHK ラジオすら聞けません。ラジオ聞けないのつらいですね。ということで今日の動画ではカーナビを DIY で初めて取り付けてみます。初めて DIY で取り付けたらどうなるのか、まあいろいろトラブルんですけどね。スマホをここら辺に固定して Google マップで十分説もあるんですが、吉田的にはカーナビ欲しいんですよね。どうせ穴を埋めないといけません。 CD プレイヤーをつけるくらいならカーナビの方がいいでしょう。見た目的にもディスプレイがあった方が高級感が出ます。ちなみにアトレイにはメーカーオプションで9インチの巨大ディスプレイオーディオが付けられます。スマホを接続するとカーナビになるってやつですね。最近流行りのやつ。確か9インチが7万円なので、まあ、悪くない選択だと思ったんですけど、でもこれよく調べると欠陥商品です。欠陥。 iPhone のカープレイは無線で接続できますが、 Android Auto はなんと無線非対応。なぜか Android は USB 接続のみです。カーナビ使うためにスマホを USB 接続するとかありえん。ただアトレイの室内デザインは明らかにこの9インチを取り付けること前提のデザインになっているので、見た目は相当いいんですけどね。エアコンの吐き出し口とディスプレイの幅一緒でしょ。てか YouTuber のレビュー見てもみんなこれ付けているので人気商品だとは思います。まあみんな iPhone 使ってるんだろうね。 Android 使ってるのは吉田だけ。もちろんディーラーオプションのナビも考えたんですが、これバカ高いんですよね。一番安いポンコツナビですらドラレコをつけると19万。まあ大抵 1,2 割は値引いてくれますが、それでも16万17万とかだと思います。ぼったくりすぎ。ぼったくりにも限度があるで。ということで購入したのがパナソニックのストラーダ。大画面の10インチディスプレイを搭載した最上位モデルにしました。ブルーレイまで搭載したいっちゃんええやつを買ったんですが、それでもなんとアマゾンで14万円ちょいで買いました。メイドインジャパン。実は最初は自分でつけようなんて思ってなくて、カー用品店でつけてもらう予定だったんですが、値段を見てやめました。本体価格22万円、取り付け費用別途2万円、合計で24万円以上。自分でカーナビをつけたら14万円ですからね、最上位モデルが。24万と14万、自分でつけるよね。あと吉田といえば中華の闇。中華製のアンドロイドナビゲーションっていうのも考えたんですが、あれ技的がないんですよね。いろんな YouTuber が商品提供を受けて絶賛していますが、技的ありません。違法です。実は当初はアルパインのビッグ X を買う予定でした。パナソニックは10インチですが、アルパインは11インチ1インチ大きいです。価格はどちらも15万円前後。動画的には世界最大カーナビを取り付けてみたのが動画映えしそうだなと思ったんですけど、カー用品店で触ってみてこれないなと思ってやめました。機能的には圧倒的にアルパインの方がいいんですけど、めちゃくそ動作がもっさり。全ての動作が遅かったです。メニューももっさり、地図もカクカク、オーディオ機能ももっさり、ダメだこりゃって思いましたね。一方でパナソニックはハイエンドスマホ並みに動作がヌルヌルで、展示されていたカーナビで最も動作がサクサクしていました。速度が速いで有名なケンウッドよりもヌルヌルですね。めっちゃええやんと思って急遽パナソニックの10インチを買ったわけです。これも悩んだんですが、パナソニック純正のドライブレコーダーも買いました。後ろと前のセットで35,000円。ユピテルとかのドライブレコーダーの方が圧倒的に安いんですけど、まあせっかくだしと思ってカーナビに接続できる純正にしました。モニターがないのでコンパクトでスッキリしてる一方で、制御用のボックスが別途になります。直接カーナビ接続できるわけではなくて、これを1回経由しないといけません。SD カードスロットがここにあるので、グローブボックスの中に設置しないといけません。邪魔ですよね。あとこういう配線とステーのセットも必要です。大抵の日本車は必要なものが全部入った専用のキットとして売っています。 Amazon で4,000円くらいだったかな。これは隙間を埋めるスペーサー、これはアトレイ専用の取り付け金具で、これが変換コネクター、その他ネジとかも全部付属しています。なのでカーナビとこのキットさえあれば取り付けることは可能。あとアトレイの場合は最初からバックカメラが標準搭載されているので、それをねパナソニックのカーナビに接続するための変換ケーブルです。これはダイハツトヨタ用でだいたい3,4千円かな。
吉田は初めてのカーナビ取り付けなので結構苦戦しましたね。自作 PC も初めての時はよくわかんねえなと思いながらやったと思いますが、まあそれと一緒で知識ゼロだからこれでいいのかなと思ってちょっと心配でしたね。まずはカーナビに付属しているごっちゃごちゃのケーブルと別途購入してきたアトレイの配線用ケーブルを手動で接続します。ワンタッチではつながりません。一本一本配線を確認しながらつなげていきます。電線に名前が印刷されているので同じやつをつなぐだけですし、電線の色もちゃんと同じになっているので、まあ、難しくはないですが結構数が多いので、なんだこれめんどくせえなと思いながら作業をしていました。なんでこんなにめんどくさいことになっているのかというと、メーカーによって車両側のコネクターの形状が違うからです。ディーラーオプションの純正ナビならコネクタ一発でつながるらしいんですが、社外ナビは各自動車メーカー全部につなげる必要性があるので、こういう複雑な構造になっているようです。共通化しろやって思いません？こんなの日本車だけでもちょっと話し合って同じコネクタにしろやって思いますが、純正ナビを変えってことだと思います。あと配線がめちゃくちゃ長いんですが、配線が長すぎて収まらないってパターンもあるそうです。アトレイは相当隙間があるのでこのまま単純に配線しても収まるっぽいですけど、ちょっとした高級車の場合はいろんな機能がありすぎて全然線を押し込む場所がない、そういうパターンもあるそうです。そういう場合はこいつをねいちいち切断して短くしないと収まらないそうです。3000円もした純正カメラの変換アダプターはダイハツ独自コネクターを汎用の赤白黄色のあの黄色いコネクターに変換するだけのケーブルですね。ちなみにですが、パナソニックのこのカーナビはドライブレコーダーを接続するとドラレコの後ろ側のカメラをバックカメラ代わりにも使えます。それいいですよね。車両側にバックカメラがない車種だと相当配線大変なので、ドラレコを流用できるのは神機能だと思います。全部の変換コネクタを接続するとこんな感じ、めちゃくちゃですね。配線によって全然長さが違います。長いのと短いのが混在しているのでちょっとうざいですねこれ。まあ長いのは別にいいんですが、めちゃくちゃ短いやつとかもあります。さっきゴニョゴニョしていたのは車両側に接続するコネクターなので、それとは別にテレビアンテナが4本、マイク1本、 GPS センサーが1本、そしてオプションのドラレコ用の配線が3本、それらも全部つなげる必要性があります。ということで車両側に配線をつけていきますが、アトレイは非常に作業性がいいです。所詮は貨物車なので構造がめちゃくちゃ安っぽい。パネルも超絶簡単に外れました。ネジ1本も使われていませんし、専用の剥がす工具的なのもいりません。さっき頑張って変換したコネクタをそこにあるコネクタにつなぐだけ、それだけ簡単ですね。アトレイの場合はテレビアンテナが最初からついています。これは多分ほとんどの人がつける9インチのディスプレイオーディオ用に配線されているものだと思いますが、コネクタは一緒なので社外ナビにも使えるそうです。ただしパナソニックのナビは4本アンテナがあるので1本足りませんが、3本だけでも十分映るし、4本つけたければ1本だけ足すという選択肢もあるそうです。ちなみに吉田は NHK 受信料を支払いたくないので接続しません。さらにアトレイ優秀なのが GPS のアンテナまでも最初からついています。あのポッチがアンテナみたいです。これも同様にコネクタが汎用品なので利用できるそうです。もちろんカーナビ付属のやつを使った方がいいとは思いますが、めんどくさいので今回はこれを使います。バックカメラも最初からついているので取り付ける必要性はありません。なのでつけなければいけないのはマイクとドラレコだけなんですが、ぶっちゃけマイクもつけんでもいいかな、こいつマジで使えんかったからね。 OK Google Hey Siri的に使えるのかなと思ったんですが、そんなに性能良くありません。ゴミ。一応説明書を見るとこのサンバイザーにつけることを推奨してるんですが、こんなところにマイクあるのダサすぎるのでありえんよね。なのでハンドル奥に両面テープでくっつけました。アトレイの場合はメーター周りのパネルも一緒に外れる構造なので、配線自体はめちゃくちゃ簡単です。この車マジでスカスカなんで配線通すのは余裕です。なのでカーナビ単体つけるのはめちゃくちゃ簡単なんですが、問題はドラレコですよ。ドラレコって普通ここら辺につけますよね。ワイパーの範囲内でできるだけ上の方、そうなると必然的にここしかないんですが、ドラレコを貼り付けるであろう場所になぜか車検シールが貼ってあります。いやーセンス疑うよね。なんでそこにつけたんですか？説明求めます。ツイッターで聞いた感じではどうやらこれをきれいに剥がすのは非常に難しい、まあほぼ不可能に近いと聞いています。一応炙ってできるだけ丁寧に剥がそうとしたんですが、やっぱり剥がし始めの部分がぐしゃぐしゃになりました。カッターとかで慎重に剥がしてもやっぱり角は多分ダメだと思いますね。まあどこに貼ろうかなと思ったんですが、右上に貼っときました。なんか角が残念なことになっていますが、再発行もめんどくさいので細かいことは気にしません。これ変か。
ちょっと余裕を持って左寄りで下目に貼り付けました。ルームミラーでギリギリ隠れる部分なので邪魔にはなりません。カメラ部分は回転するので縦方向は調整可能です。配線を通すためにはここにあるグリップを外さないとダメみたいです。ネジ2本で止まってるだけ。あとはゴムを引っぺがしてパネルを引っ張るだけ。 N 版はかなり硬かったんですが、アトレイは全てが柔らかい、簡単に外れます。なぜかこの部分めちゃくちゃ硬くて柔軟性がありません。全然最初線が入っていかなくて苦労しました。まあサイドの部分は適当に剥がして結束バンドで固定しただけです。まあ今思えば後ろ側の配線、後ろのバックカメラを配線してからくくった方が良かったですね。二度手間になります。まあ何回も言うけどスカスカなので配線通すのは余裕。グローブボックスのところに出しました。ここに親木を設置します。まあ正直前は全然余裕なんですけど、問題は後ろ側ですよ。正直前だけでいいやと思っていたんですが、パナソニックの純正ドラレコは前後セットしかありません。せっかくなので頑張ってつなげようとしたんですが、これは大変ですね。線ブランブランで良ければ簡単なんですが、綺麗に配線するためにはここの蛇腹を通さないといけません。ここにデジタルインナーミラーのカメラがあります。荷物を大量に乗せても後ろ側が見れるようにルームミラーが液晶になっているんですが、そのためのカメラ。ここにでかい穴が開いているので、ここを通します。この蛇腹がねめちゃくちゃ硬かったです。ポッチがついていて、その下に爪が4本あります。これコツがいるんですよね。初めてだったのでどうやって外していいかわからず、こねくり回してまあなんとか外しました。あーもう割れちゃった、爪折れたよ。あー爪折れちゃった、爪が折れた。まあいいか。家を破壊しましたという前回の動画、あれを公開したら登録者激減したんですが、その動画のコメント欄で蛇腹の爪が折れると雨漏りするというね指摘が結構ありました。交換した方がいいというアドバイスだったんですけど、まあ言いたいことはわかるんですが、まあ普通に考えてこれ交換するのめちゃくちゃ難しいですよね。電線を一回引っこ抜かないと交換できません。ドライブレコーダーの配線は細いからまだいいですけど、これめちゃくちゃ極太なので、これを一回抜いて一回抜いてもう一回差し直すなんて吉田にはできるとは思えません。そして今使っているこの配線通しマジゴミだわ。現役自動車整備士が考えた最強整備セットみたいなうさんくさいやつに入っていたんですが、まあマジ使えないね。変な癖がついてるし、全然その癖が取れないし、まともに入っていきません。このくねがね、このくねの癖が取れないんですよ。だからまっすぐ入っていきません。どうしても通らなくて蛇腹の方から通したらなんとかいけました。まあそりゃそうですよね。細い方から大きい方に突き刺した方が通りやすいに決まってます。あとはテープにくっつけて引っ張るだけなんですが、なんか引っかかるんですよね。ダメです、通りません。まあどうしても通らなくて10分ぐらいゴニョゴニョやっていたら、なんか知らないですけど通りました。まあよくわかんないんですけど、内部になんか隔壁みたいなのがあるんですかね。多分そこに引っかかってたのかな。その後がまたね苦労しました。蛇腹は配線通しすら通りません。すでに既存の配線でみちみちです。しかもゴムだから全然滑りません。全く入っていかなくて、映像だとカットしていますが、ここに15分くらい、まあ、ゴニョゴニョやっていて、まあ、結局入りませんでした。なんか潤滑剤ないかなと思って探したらシリコンスプレーがありました。 3D プリンターの駆動部に吹き付けてるやつですね。コネクターにシリコンスプレーは大丈夫なのか問題は気にしてはいけません。入らないよりはマシです。こんなの気休めだろうとか思っていたんですが、めちゃくそ効果抜群でした。このシリコンスプレードライタイプなので全くベトつかないんですが、すげえ滑りますね。全然すまなかったのが嘘みたいです。効果あるんだなと思って感動しました。実はここ通すのに1時間以上かかってます。この時はめちゃくちゃ嬉しかった、通って。この時はね、そうですじゃないですか、これ出てこないですよ、ね、鉄板でくるまれていて筒状になってるんですよね。なので室内側に配線が出てきません。これめちゃくちゃ困りました。でどうしても通せなくて1時間ぐらい格闘してたら、いろんなところの天井のカバーが折れました。これ単純なモフモフではなくて、なんか段ボールみたいな芯が入っているんですよね。一回折れると二度と戻らなくて跡が残ります。新車でこれはきつい。でいろいろやってるうちに、このわずかな隙間が室内につながっているということを発見しました。かなりギリギリなんですが、配線通しがなんとか通りました。でも配線通しにくくりつけたコネクターが通りません。まあ今思えばコネクターの部分でテープを巻いてるから太くなっちゃってるんですよね。
線のところで巻いていたら通ったかも。結局2時間ぐらい格闘して配線当初を使わずに直接ぶち込んだらなんとか通りました。2時間ぐらいここまでかかってます。グローブボックスの中にコントローラーを設置するので助手席側左側から配線を通していきます。まあこんなところ楽勝ですよ。蛇腹に比べたらもう余裕です。余裕。この部分マジスカスカなんで適当に線をぶち込めば OK。 あそこ折れてますね。まあ皆さん人ごとなのでそれぐらい折れててもいいだろうとか思うかもしれませんが、まあ新車なので吉田は相当ショック。やっぱ折れてるよね。折れてるんだよ。しかも多分5箇所ぐらい折れた。左側の部分も特に何も外さなくてもそのままぶち込めば余裕で入っていきます。あと適度に圧力がかかっているので落ちてくることもありません。そこら辺とか。あと前回の動画でも言いましたが天井を固定しているピンが1個折れました。まあこれが折れるのはあるあるらしい。詳しい人この型番を知っていたら教えてください。ギーダーで変えるとか、まあそういうことはわかるんですけど、そうじゃなくて具体的な型番を教えてほしいです。ジューン。本体を取り付けていきます。アトレイ用の配線キットに付属していた取り付け用のステーをネジ止め。これは車種によって形状が違うのでカーナビには付属していません。別売りです。これも別売りなんですが iPhone を接続するための USB ケーブルです。純正ではなくて中華製のパチモンですが、まあぶっちゃけいらないんですが、せっかくなのでつなげておきました。 iPhone の iPod 機能を認識してくれる、まあそういうやつですね。まあぶっちゃけ Bluetooth でよくねとは思います。あと家に転がっていたエレコムの HDMI ケーブルもつなげておきました。 Android Auto や CarPlay には対応していませんが HDMI 出力対応のスマートフォンにつなげればスマホの画面を表示できますね。まあ多分使わないですが一応つなげておきます。あとアトレイはカーナビの取り付け部分がワイドタイプです。パナソニックのこのナビは標準サイズなのでそのままつけると隙間ができます。隙間を埋めるスペーサーを取り付けておきました。これもキットに入ってます。ちなみに説明書にはトルクドライバーで指定のトルクで締めろって書いてありますが、そんなもん持ってないので勘で、このやべえのをダッシュボードの中にぶち込みます。よくこんなぐちゃぐちゃで動きますよね。あとサイドブレーキのコードをアースに落とします。通常は運転中は操作できないしテレビも映りませんが、まあ、パナソニックのナビはサイドブレーキをアースに落とすだけで操作できるようになります。純正ナビだとこの簡易的な方法が封じられていて、なんかめちゃくちゃ高い専用のなんかごまかすキットみたいなのをつけないといけないんですが、こういうところはね社外品のいいところですよね。ペコペコや。すごいでしょこの車。めちゃくちゃ簡単に外れます。コネクターの形状は全部違うのでハマるところにしかハマりません。ただ繋いでるだけなのでカットします。もう配線がやばい。あまりにもぐちゃぐちゃなので短くした方がいいかなと思ったんですが、なんとか無理やり押し込んで固定しました。アースが4本もあるので無理やり固定したんですけど、今思えばね本体側の固定ネジに分散させて取り付ければよかったかもしれません。まあ基本2個までしか重ねてはダメらしいんですが、まあなんとかついてます。まあ動作テストしてから戻すべきだったわけですが、吉田は自分の技術力を過信してノーチェックで戻していきます。こんなね配線ぐしゃぐしゃで一発 OK なわけないわけですよ。ちなみにあまりにもショックだったので動画は撮影していませんが、実は左下のピンが1個折れました。しかもこの車種はピンの部分が一体成形になっているので、まあ、ピンだけ交換できないんですよね。まあ、噂によるとこのパネルなんか3万円ぐらいするらしいので、もう見なかったことにします。さすがに3万は課金できないね、こんなプラスチック部品に。なんかちょっと手こずってるでしょ？ちょっとピンが曲がってるんですよ。曲がった状態で無理やり押し込んだから折れた。入らないときは押したらダメ。もう一回外そう。みんな注意してね。このナビは12インチの大型ナビなのでディスプレイが前に飛び出します。突き刺してネジ2本で固定するだけなので、まあ非常に簡単に取り付けできます。ドラレコのコントローラーはグローブボックスの中に適当にぶち込んでおきました。もちろん固定用のステーも付属していますが、この奥にエアコンのフィルターがあるんですよね。固定しちゃうと外すのが大変になるので適当にぶち込んでおきます。多分一生使うことがない HDMI と USB もこの中に入れておきました。ちなみに USB は充電器としても使えるようですが、まあね USB PD だからね時代は。もう撮影を開始して6時間くらい経って疲れちゃったので動画は撮影しませんでしたが、後ろ側のカメラも綺麗に配線しました。これはカーナビとは無関係ですが、アイドリングストップキャンセラーもつなげておきます。
アイドリングストップマジうざいっすよね。 N 版はエアコンをつけていればストップしなかったんでまだ良かったんですけど、アトレイはエアコンがついていても止まるし、しかも完全停止前から止まるので、まあ、よりうざいんですよね。しかもエンジンの始動が N 版よりちょっと遅いのでよりイライラです。しかもエンジンがケツの下にあるじゃないですか。この車種ブルルンって直接ブルルンってくるんですよ。取り付けは死ぬほど簡単です。オフスイッチの間に挟み込むだけ。 N 版はかなり分解しないと取り付けできなかったので諦めていたんですが、アトレ簡単でいいですね。よかった、自動的にアイドリングストップオフのランプがつきます。一応車検対応用としてボタンをもう一回押すと常時オンに戻ります。ジューン、ナビの方は奇跡的に問題なく映りました。すごいでしょう、めちゃくちゃ動作がサクサクしてるんですよね。ヌルヌルです。もうね、このヌルヌル感だけでこれを選んだようなもの。あと単純にデザインもいいですよね。縁が最小なのでスタイリッシュですし、しかも実は液晶ではなくてなんと有機 EL なんですよね。これめちゃくちゃめちゃくちゃ画面綺麗、びっくりしました。でもバックカメラが映らない。後ろ側のドライブレコーダーをバックカメラに設定すれば映りますが、アトレイに最初からついている純正のカメラはなぜか映りません。うわめっちゃ最悪だと思いながら分解しました。黄色いケーブル抜けてました。そりゃこんな配線状況ならそりゃ抜けるわね。これだからね、これやばいよね。あーよかった映ったわ。ちなみにアトレイの純正バックカメラバチクソ画質が悪いです。ぼやけてます。あとカメラへの切り替えはそこそこ早いと思います。前使ってたやつよりも明らかに早いですし、エンジンかけた直後でもすぐに表示されます。まあ結構重要だからね、イライラするからね遅いと。 NHK 集金人よ、お前さ前カーナビがあるから受信料払えとかコネだよな。安心しろ、映らんから。契約義務ないんで払う気はありません。そこんところよろしく。ドライブレコーダーの設定もすべて設定画面からタッチパネルで操作が可能です。あとこのドラレコ、アクセサリー電源だけではなくて常時電源もつながっています。なので駐車時に衝撃が加わると自動的に録画することも可能です。あと GPS 情報も記録されているので再生するとマップも表示されます、左側ね。あとカーナビの設定とかはまあ一般的なもの、まあそんな感じですかね。特別なんか優れているとかは感じませんでした。普通かな。あと操作感が完全にスマホです。メニューとかも指でこうやってスクロールできるのでこれは地味に便利。まあよくわからないんですけどこれ Android ベースなんですかね。あと画面の自由度がめちゃくちゃ高いです。左右上下奥行き高さ、まあ、全部自由自在に調整が可能。かなり設置自由度は高いと思います。でブルーレイプレイヤーもついてるし、 SD カードスロットでここに音楽を入れて再生することもできるみたい。まあ一生使わんけどね。最大のイマイチポイントは物理ボタン、デザインを優先したためかボタンが上にあるんですよね。正直このボタンで操作しようなんてのは無理。あと画面上の方にね同じようにメニューが表示されているのでそこをタッチすればいいんですが、このモードにすると時計が表示されないんですよ。なぜか時計が。こんばんは、行きたいところをお話しください。ちゃんとステアリングボタンも機能するし音声認識も使えます。音声認識はマジ使えないのでゴミなので、まあ期待しない方がいいというか全く使えん。ちなみに Wi-Fi に繋がっていないと音声認識は使えません。あと結構モニターが飛び出しているので助手席側から見ると側面は丸見えです。まあ見た目的にはあまりよろしくないですが、モニターの向きを自由自在に変えられるのでめちゃくちゃ運転席からモニターが見やすいです。結局撮影しながらの取り付けで8時間もかかったんですが、休憩がてら唐揚げを買いに行こうとした結果昨日の動画の悲劇が起きたわけですね。バックモニターを過信してガレージシャッターに激増したという事件、まあ、詳しくは昨日の動画を見てください。概要欄にリンクを貼っておきます。で事故った次の日、あの程度で騒ぎすぎというご批判を大量に受けたわけですが、お前人事だからそんなこと言えんだぜってちょっとイラッとしながら気分転換に味噌カツ屋のヤバトンに向かいつつカーナビの性能をチェックしました。まず使って思ったのは2画面分割ができません。2画面モードはあるんですがポップアップみたいな感じでしか表示できません。普通に真っ二つに分割できるモードないんですよね。個人的に改善してほしいのは2つあって、まず信号機の場所が 25m 表示でないと全て表示されません。 50m だと巨大な道の一部の信号しか表示されないんですよね。
吉田はなるべく信号で曲がりたいタイプなので、信号があるかどうかをカーナビでよくチェックするんですけど、いちいち25メーター以下にしないと表示されないとか、いまいちすぎます。ただしその一方で10インチとめちゃくちゃ巨大なので25メーターっていうかなり拡大した状態でも結構広範囲が表示されます。やっぱ10インチって想像しているよりもだいぶでかい、めちゃくちゃ地図が見やすいです。あとね、右上に次の曲がり方向が表示されていると思いますが、その次の次の曲がる方向が表示されません。まあ10年くらい前に買ったクラリオンのカーナビは2個先まで曲がる方向が表示されていたので、曲がった時にどの車線に入ろうかなって決められたんですが、これだとどの車線に入ればいいかわからないんですよね。しばらく直進ならそれでも困らないんですけど、まあすぐにね連続で曲がるってパターン結構あるんですよ。特に名古屋高速名2巻の出口とかね、連続で曲がりまくらなきゃいけないってパターン結構あるんですよ。そういう時に曲がれないんですよ。あと5キロ以上直進の場合はあと何キロ直進するかそれすら表示されません。5メーター以下になったら表示されます。常時表示しろやって正直思いますね。まあそういった不満はあるものの、総合的には非常に満足しています。特に拡大表示めちゃくちゃ見やすいです。画面がでかいのでチラッと見ただけでわかりますし、しかも表示をはしょっていません。ちゃんと細かい道も表示されているのでわかりやすいですね。カーナビによってはあれここで曲がるのかな、もう一個先かなって、そういうことあると思うんですけど、これねかなり見やすいのでそういう間違いは起きません。7インチと10インチってそんなにサイズ違わないんじゃないかなって思ってたんですけど、全然サイズ感違います。めちゃくちゃ画面でかい。画面がでかいとね、やっぱりね車のグレードもワンランク上がったような印象を受けるし、アトレっていう商用車なのにちょっとした高級車にも見えちゃいます。しかもこれ画面が飛び出しているから画面の向きを自分の方向に向けられるので、めちゃくちゃ画面が見やすい、めちゃくちゃ見やすい。ちょっとマジでねいいよ。ということで名古屋城の駐車場にやってきました。名古屋城のヤバトンおすすめです。空いてます。駐車場が広いから駐車場に困るということもありません。まあ土日は混んでるかもしんないけど、平日だったら余裕おすすめ。しかも駐車場料金も名古屋市内のど真ん中なのに結構安いと思います。310円だったかな。名古屋城って多分民間ではなくて市営だと思うので安いんでしょうね。で初めて食べたんですが、鉄板とんかつ2110円、めちゃくちゃ高いんですが、これ微妙でした。キャベツのシャキシャキ感がなくなりベチャベチャ、シャキシャキだからうまいのにね、これはないね。わらじとんかつの方が明らかにうまいです。現場からは以上です。